アイトイはソニーコンピュータエンタテインメントのプレイステーション2用のゲームコントローラー本校ではアイトイの後継製品であるプレイステーション3用のプレイステーション i、プレイステーション4用のプレイステーションカメラを合わせて扱う。カメラを介してテレビに映っている自分そのものをコントローラーとして操作して遊ぶことができる。プレイステーション3用であるプレイステーション i からは プレイステーションムーブが新たに提供されカメラと連携することによって拡張現実の表現を取り入れることが可能となった。アイトイはプレイステーションに o の USB カメラソフトもアイトイに対応したものではないと操作することはできないが PS2 専用コントローラでも操作することができる場合もあるゲーム第1弾は同時発売の アイトイ、プレイ。プレイステーション3にも対応しており、USB カメラとして使用可能だが、マイクは使用できないので AV チャットを利用したい場合は、マイクやヘッドセットが必要になる。2000年に技術的な発表が行われた。この時にはすでにプレイステーションムーブの原型となるものも公開されていた。フレームレートは320-120ピクセル。 8ビット精度でカメラからの振動を得られる波長660ナノメートルの赤色光を使った振動センサーを搭載している。他プレイステーション i は愛 o y の光景であるプレイステーション3用のマイク付き USB カメラ。日本では2007年10月25日発売のザ・ o オブ・ジャッジメントに同梱され、2008年7月24日に単品販売された。 c ージマイナス一万五千一のみ。同コンソフトメモーションが含まれる。二千九年九月以降は、プレイステーション三の表記変更に伴い、プレイステーション i からプレイステーション i となった。二千十年十月二十一日発売のプレイステーションムーブを使用する際に必要となる。フレームレートは六百四十四百八十ピクセル、三百二十二百四十ピクセル。 多初期型のプレイステーションカメラプレイステーションカメラは PS4 用のマイク付きステレオカメラ発表当初すべてのゲームに使う必要はないと判断して本体への同行予定はないと指示は答えていたが実際には標準添付版となしの両方のパックが販売されることとなった対角85度の視野角を持つカメラを2つ搭載したことで空間の奥行きと 4チャンネルのマイクアレイが搭載され、立体的に音源の位置の計算を行えるようになった。立体撮影を可能とし、プレイヤーの前後を含む位置関係を認識することで、体の動きを認識できるようになるほか、プレイステーションムーブの位置をより正確に認識することができるようになるとされている。音声認識、ジェスチャー認識やプレイヤーの顔認識などの、 使用方法も挙げられており、デュアルショック4のライトバーと組み合わせプレイヤーの位置を認識、画面中のキャラクターがプレイヤーの方向を向いて話しかけるなどの利用例も挙げられている。また、モーションキャプチャーシステム、プレイステーションムーブとバーチャルリアリティシステム、プレイステーション VR をプレイするのに必要となるが、それらを使用しないゲームで、 プレイステーションカメラに対応しているのは本体に標準インストールされているプレールームのみである。解像度 1280-800px、色深度 12bit で 60fps の撮影が可能であり、プレイステーション4本体とは専用のお端子を介して接続する。また、解像度と引き換えにフレームレートを最大 240fps にまで引き上げることが可能である。 三軸ジャイロ三軸加速度のセンサーを内蔵しており、カメラ自身がどの方向を見ているのか検出が可能になっている。これによってゲーム側からカメラの位置をより良い位置に設置するようユーザーに促すことが可能になっている。PS4 本体とは専用のお端子で接続されるが、その端子の実態は USB 3.0であり、端子形状を変えて専用にしたのは 型機器との同時接続で通信速度を確保できない可能性を回避するためである。当初発売された風 1J は出荷完了となり2016年9月15日に2代目風 2J が発売となった。小型化されスタンドがついたがカメラの性能は旧型と全く同じで互換性がある。プレイステーション i に関するカテゴリー プレイステーションカメラに関するカテゴリー、ありがとうございます。